国会を通じたウクライナからの穀物輸出が再開されたほか主要生産国の作業も順調であることから穀物の国際価格が下落していますただ先物価格が中心の輸入価格に反映されるためには時間がかかるため第三四半期の穀物の輸入価格は第二四半期よりも上昇する見通しです 国連食料農業機関がまとめた先月の世界の食料価格指数は前の月に比べて8.6%下落し140.9ポイントを記録2008年10月以来14年ぶりに最も大きな下落幅となりましたロシアによるウクライナ侵攻直後の3月に過去最高の159.7まで大きく上昇した後少しずつ減少していましたが 先月大幅に下落しました農村経済研究院によりますと第三四半期の穀物の輸入価格はピークに達した第二四半期の価格が反映され第二四半期に比べておよそ16%上昇するとの見通しを示しましたまた第四四半期の穀物の輸入価格は第三四半期よりは多少下落しますが 第二四半期に比べると上昇する見通しです。